1958年にね、釜石ってとこで生まれて、それから岩手の三陸村、今は三陸町になりましたけど、そっちの方に移って、で小さい時はやっぱりちょっと喧嘩したりして、まあちょっと親がそこら中に謝りに行ったりで、4年生ぐらいまではちょっとやんちゃ で、4年生5年生6年生ぐらいから結構おとなしくなって出ましたね。本当に田舎だったもんですから、こう遊ぶものも少なくて、麺工みたいなものとか、あと、まあ、今でも覚えてるのはなんかこう団子落としって言って、土をこねてその団子を作るんですよね。あっちの山の土がいいとか、こっちの土がいいとか、混ぜたらいいとか、僕なんかお風呂がなんかまだ焚き火でやる風呂だったので、そこで焼いたらどうかなとかって、でもうちよって一人代わり番号に上からポンと落として割れた方が負けなんですよ。で そんなことをしてましたね。スキーでもなんかスキーの用具がなくて、たまに雪が降るんですけど、竹を切ってきて、竹をこう少し焼いて曲げたり、足の入るところを作って竹スキーをやったり、なんかこう遊ぶものは自分たちで工夫したり作ったりしてましたね。プラモデル買ってきてもそのパッケージの通り作んないんですよ。プラモデルをどんどん買ってきて、こうジャンク箱みたいなところにどん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 部品が溜まっていくんですね。でその部品をこう合わせて、で自分で何かを作るということをしてましたね。そうですね、ちょっとなんかゲームを目指す方になんかこうなんかがっかりさせちゃうかもしれないですけど、僕がセガに決めた理由っていうのは、本音で言うと週休2日だったからっていう。職業についてそのやっぱりこうほとんどの人たちが同窓会なんかの時にやっぱり上司の悪口とかっていうのが多くて、仕事が楽しいっていうそのラッキーな状態になるのはとても難しいとちょっと考えてたんですね。ちょっと混ぜた学生だったかもしれないんで、だから100人に1人も仕事が楽しいっていうふうにはなかなかならないだろうと思って、そこ仕事は仕事として頑張るは頑張るんだけど、自分の趣味とか欲求とかを満たすためにそのきちっと週休2日が確保されていて、そこで人生を楽しむというか、そういう形がいいなって考えてたので、休みが確保できることっていうのはすごく大事だったんですよ。だけどセガに入って仕事をしてみると、なんか僕が思ってた100人に1人の仕事も楽しいし、それやってたらお金ももらえるしっていうラッキーなパターンに入りましたね。ハングオン のいわゆるアイデア自体は僕からではなくて、持ち込み企画だったんですよ。トーションバーって言って、そのこうバーのねじりをこうねじったら戻るっていう性質のバーを何かに応用できないかっていう話で、バイクっていうのは一回倒したらこう戻るじゃないですか、アクセル開けたら、そこに応用できないかっていうところから始まって、僕の方はそこにゲームとして成立させるためには、中身にどんなゲームを入れたらいいのかとか、そういう機構についても開発の検証の段階からちょっと入らせてもらって、トーションバー自体は最終的には制御が難しいので、バネの形式に最終的にはなりました。マーケットリサーチするとですね、その当時やっぱりオフロードレースよりは GP500 っていうそのオンロードのレースの方がポピュラーだったので、世界のマーケットに向けてバイクのゲーム出すのであればオンロード、オンロードなら GP500
で GB500 にはフレディ・スペンサーっていうあの僕の憧れの人が走ってたので、あのスペンサーをイメージしながらなんかを作るという、そういったちょっと企画ですね。まずあの大きさですね、あの GP500 と全く寸分たがわぬ大きさにしたかったんですけど、あのゲームセンターになかなか入る大きさにならないので、とまたがるのもちょっと大柄なので、ちょっと横幅を小さくしたり、あので僕はやっぱりあの可動の機構を入れたかったんですよ。そのバイクっていうのはこうアクセルガンと上げるとこう倒しててもこう立ち上がってくるので、ジャイロを入れてモーターちゃんと入って、倒れてから戻すときアクセル上げてガーンと上げていきたいっていうのもあったんですけど、あのやっぱりコストが上がってしまうとか、あとはそのバイク GP500 のあの胸のすくような音を再現したいから、本物の音を目指すときにこうなったらちっちゃなエンジンでも入れちゃおうかっていう、まあ、もちろんあの排ガスの問題でダメになるし、風来たらどうかなとか思って、扇風機吹いたらどう、エアダクト入れてどうするとか、あのもういろいろ振動を伝えるためにあのなんかこう振動発生する装置入れたかったけど、ハードウェアのゲームのボードに悪影響を与えるので、それがダメになって、まあ、25センチぐらいのウーファーを入れてちょっとそれで我慢しようとか、もうあの諦めたことは数知れずっていうことですね。まあ最初はあの賛否両論があって、その日本人はとてもシャイなので、こうやって人前でまたがるやつなんかいないよとか、まあ、ミニスカートの人どうすんのやとか、いろんな話が出て、その割とネガティブな意見も多かったんですけども、出してみたら日本人こんなに目立ちたがり屋だっけって思うぐらい結構人がこう乗って行列作ったりして、で後にあの次シカゴのショーに出展することになりまして、で、まあ、デモプレイで僕が乗ったりしながら反響も上々で、あの僕なんかはあの、ホンダのレーサーカーって言われたりして、結構あの特に海外での反響は大きかったと思いますね。スペースハリアーはあのいわゆるそのこれもあの一番最初の企画は僕じゃなくって、その同じセクションの企画のところから、空対地、空から地面をこうバーッとこう打ちながら、ハリアっていうあのフランスの方のなんか垂直離陸できる飛行機を使って空対地の攻撃をド派手にするという企画だったんですね。まあ、簡単に言うとその時代にはちょっと早い企画で、とてもあの処理できるようなグラフィックスのメモリーもすごくちっちゃくて、で飛行機やっぱり綺麗にこうやって回転させたいんですけど、その綺麗に回転させるにはパターンをチェンジしなくちゃいけないけど、パターン少な一番少なくてあのまともに表現できるのは人間なので、人間をもうこの際飛ばしちゃおうと。で人間を飛ばすので世界観は SF しか成り立たないんですよね。で SF やるんだったらあの僕が好きなあのロジャー・ディーンっていう、その昔イエスっていうそのプログレッシブバンドの表紙を書いてた人、あとは好きな映画でネバーエンディングストーリーが好きで、そのあたりの世界観でファンタジックなものにして、ですからその最初の企画からいただいたものっていうのはハリアっていう名前だけかな。それ以外はその企画が跡形もなく変わってしまいましたね。まずはあの何でしょう、僕があまりゲームをしない人だったんですね。
でよくゲームセンターに誘われて学生の時行くんですけど、やると僕が負けちゃうんですよ。そうするとどう思ってたかっていうと、本物の車だったら僕の方が速いのにって思ったりしてまして、でゲームでやるとちょっと触れただけで爆発するんですよね。僕車こすっても爆発したことなかったし、本物の車でね。でですから、どうせやるんだったら普通のドライビングテクニック、普通の車が上手な人がそのテクニックを使って上手に運転できるタイプの車にしたかった。でどうせやるんだったらもう気持ちよく走って、でかつ優越感っていうのを最大限、100円玉でどれだけ気持ちよくなれるかっていうことを考えた時に、その優越感っていうのはどういうことなのかって考えて、まあ人も羨むことを並べてみようということで、例えば男の子の憧れって言ったらフェラーリじゃないですか。しかも最新型の、当時テスタロッサが話題になってて、しかもオープンで、やりすぎかもしれないけど、もうはっきりとそういう路線にした方がよくて、横に綺麗なお姉さん乗っけて片手運転でしかもぶっちぎりの1位を取ると、でそういうコンセプトでもう作ったのがこのゲームですね。ゆうさん作ってるのはシミュレーションなんですか、それともゲームですかって質問よく受けます。僕は基本ゲームしか作ってないです。なぜかというと、シミュレーションっていうのは現実の模倣っていうことになるんだけど、例えばアフターバーナーの場合は実際こう敵機が出てくるじゃないですか、画面に出現して、でプレイヤーがこうロックオンするまでは、ロックオンしてもらうために後ろ向きに飛んでます。いつまでも近づいてこないですね。ロックオンしてもらうまで、でピピピピってロックオンしたら初めて向かってくると。ですからゲームとしてあくまで作っていて、実際の例えば戦争みたいな話になると、6機追撃しただけでエースと言われる最高の賛辞を得るくらいになるんですけども、アフターバーナーなんかもう130とか150機もやっつけるようなゲームになっているので、僕はずっとあくまでちょっとゲームを作ってきたように思いますね。純粋なソフトウェアゲームとして繰り返し遊んで楽しいように、例えばハングオンのゲームであると200ゲームぐらいするとワンコインでクリアできるようにとか、最初のプレイだと平均3分以内で回転率とかも合わせなくちゃいけないん で、まあ、簡単に言うと3分以内に殺しに入らなくちゃいけないです、僕の立場としては。そうするとその3分で満足を与えて、しかもじゃあちょうどいい満足感と次のリピートも得なくちゃいけない中でやるので、そういったそのゲームの難易度調整とかですね、適度なリピート性を与えるとかっていう、そのやっぱりゲームの本質論みたいなものについてやらなくちゃ、調整しなくちゃいけないので、いわゆる体感ゲームといえどもアップライトで面白くないとヒットはないっていう思いで、皮肉な感じですけど体感に頼らないゲーム作りを目指して作ってました。今ゲームは複数でグループで作りますから、そのグループがみんな同じような考え方だったり同じ能力だったりする人たちが集まっても面白いものにならないんですね。予定調和したそのちっちゃな丸作っても売れないので、やっぱりどっかとんがったものの中でそのやっぱり個性が強いものの中から世界のヒットが生まれてくると思うので、できれば
いろいろ失敗も成功もどっちでもいいので、なるだけ経験を積んで自分なりにその没頭して人と違う体験をこうたくさんして、それがいつか自分の基準になってくるので、なんか成功とか失敗とかを考えないで、やりたいことをどーっとこう言ってほしいですね。まずそれからかなっていうのが。